はい、お疲れ様です。長倉です。今日もですね、原田翔太さんと一緒にやっている TAC 出版塾ですね、出版塾 TAC、こちらのですね、7つの特徴の解説をしていきたいなと思います。7つの特徴のうちの今日は6つ目になりますが、今までどういう話をしてきたかというと、売り方を教えてくれるね、出版塾ありませんよ、うちだけですよ。でオファー率、驚異のオファー率、これもね、業界トップですよ。そして、なんて言っても2冊以上本を出せると、まあ、実際ね、出版塾だけでも2冊目以降決まっちゃう人もいるし、あとすでに本を出してる人もみんな参加してますと、まあ、なんて言っても売り方も教えてくれるからね。で、まあ、一流出版社から出せますよということ、そして仲間がめちゃくちゃ多いですよということで、仲間がいるから、まあそのね、プロモーションとかにも使えますよということですね、に役立つっていう、役立つって言って変だな、協力してくれる人はいっぱいいるよということですね、まあ、そういうね、ものを全て作ってます。なんといってもそれと同時にですね、まあ、俺自身も仲間作りという意味ではですね、書店の人と営業の人、出版社の人ともコミュニケーションを取るようにしていただきますね。そういった意味でこれまで5つ話してきたわけですけども、あと2つのうちの1つ、それは何かというと、意外とよく聞かれるんです。フォロワー数いなくちゃ出版できませんかって。でこれ全然そんなことないですね。これなんでかっていうと、まあ、よくね、出版社によっては、まあ、フォロワー数が、ある程度超えてないと出版しませんよっていう出版社あります。わかりますよ。うん。その言いたいことはわかる。言いたいことはわかるけど、編集者としてどうなんですかって話ですね。俺が例えば、まあ、俺自身も現役編集者だったわけですね。12年前まで。で、まあ、1000万部以上本を売ったわけだけど、もし俺だったら恥ずかしくて言えないよね。フォロワー数がいないんで、企画通りませんでしたみたいな。うん。だったら、じゃあ俺の存在価値ないじゃない。フォロワー数があれば誰でも出せるってことでしょ。うん、だからそれって俺の中でなんか微妙だなと思うわけですよ。だからそう思うじゃないですか、当たり前だけど。でもやっぱ編集者ってそういうふうに思う人多いんですよ、俺みたいに思う人は。だから実際第4期の1位になったね、人なんて、1位になったね、そのプレゼンした参加者なんかはですね、本当にフォロワー数200人ぐらいしかいなかった。でも1位になった。だから俺その時ね、感動したよね。やっぱ出版業界ってまだそういうね、フォロワー数がどうのこうのみたいな、視聴率合戦じゃないけどさ、まあ、そういう世界にいないなと、うん、いうふうに思ったんですよ。だから本当フォロワー数とは関係ないです。だからフォロワー数いなきゃいけないんですかなんて言うけど、フォロワー数なんか関係ない。で前回の動画でもあった通り、前回ね、動画を上げた通りですね、 TAC 仲間いっぱいできます。仲間いっぱいできるんで、それでね、結構十分普通の、そこそこのね、インフルエンサー以上に戦えるというふうに思いますんで、ぜひですね、フォロワーが少ないから悩んでますみたいなのはやめてほしいなというふうに思っております。はい、ということでですね、今日はフォロワー数は全く出版には関係ないとまでは言わないけど、フォロワー数がいなければ本が出せないですよってことは全然ないよという話をさせていただきました。